紫玉ねぎ刻んでいく。ざるに広げて2時間干す。砂糖と塩、お酢、混ぜる。玉ねぎを入れ1日置く。出来上がり。このままつまんでも実にうまい。刻んで各種調理に活用することもできる。サラダに、私はタルタルソースにたっぷり混ぜ込むのが好きだ。これで揚げた魚をつまむと絶品。今回エゴダイ、片栗粉をまぶし低温で揚げると丸かじりすることが可能。160度の油で10分揚げる。いただきます。いい薬味よこれは。ほんと常備してみてね。